なこんにちは。こんにちは。ねえートークのてつやねるです。無理だよ。今日はね、ねるちゃんと一緒にね、お絵かき配信します。でもね、ただのお絵かきじゃないんよね。はい、うん。今日はね、ポケットモンスター描こうってね、2人でお話ししちょってね。でもね、ただポケモン描くだけじゃ面白くないけんね。ポケモンランダム発生機っていうところのサイトをね、拝見してね、その名前だけでね、ポケモン描けるかっていうのをちょっと挑戦してみようと思います。ね、これからね、いろいろとお題が出されて2人で描いていくけん、みんなもよかったらね、一緒に描いてね。書いてね。うん。はい。はい。あ、こんばんは。若文さん、こんばんは。あ、とりあえず、やり方の説明じゃないけど、その、テスト配信じゃないけど、やったの見せない。そうじゃね。あ、ちょっと待ってね。アイリン軸場、あ、ちみみんさん、こんにちは。ね、いらっしゃいね。よかったら見てってね。ふかふかみさん、こんにちは。ね、今日もポケモン描いていくけん見てってね。あ、みくにさん、こんちは。ね、一緒に描いてこう。ポケモン、楽しいよ。もうご無沙汰だもんね。ご無沙汰。あ、ご無沙汰。配信自体がすごいご無沙汰だから。お待たせしました。っていうことで。はい、じゃあね。はい、実はね、昨日ね、ねるちゃんと2人でね、収録のリハーサルも兼ねてね、ちょっとね、何匹ほど描いたよね。ね。描いた。うち1匹はね、ツイッターにあげたの見てもらえばね、分かってもらえると思うんじゃけど、実はね、まだもう2匹おるんよ。もう2匹。あ、ふかふかみさん、そうですね、ずっとお会いしたかったです。ありがとね。じゃあね、まず1匹目、2人出してこっか。名前をドンと出しちゃおっか。名前書いてるよ。1匹目ってあれだよね。一番最初書いたやつだよね。そう。はい、じゃあ出していこうね。いせのドン。はい、キテルグマ。2人の描いたキテルグマです。これもね、ちょっと問題があって、名前書こうみたいな感じで言ってたんだけど、私ね、ここをキラルグマになってたの。そこじゃないでしょ。キラルグマになってて、もう赤ペン先生みたいなことになっちゃって。ね、うちね、しましまがあると思ったんじゃけどね、キテルグマね、みんな知っとると思うけど、あれないよね、島ないよね。いや、みんな知ってるかどうかはわかんない。私全然このキャラクター自体知らなくて、キテルグマだから服着てるだろう的な感じで、で、なんかピンクっぽいクマのポケモンは見たことあるから、とりあえずピンク色に、を着せてしまえって思ってこれが生まれたんだよ。ねえ、あ、ちみみんさんも楽しみって言ってくれちょる。嬉しいね。あ、すはさんじゃ。あ、こんにちは。はじめまして。遊びに来てくださってありがとうございます。ね、今ね、昨日のリハーサルで撮った子たちをね、紹介しちょるんよ。これからね書いていくからちょっとお待ちくださいませ。じゃあ2回目。2回目いくか。次はそうなんなんだよ。そうなんです。上手くない？これはね、ねるちゃんがね、うまかったね。正面顔じゃ。何かどうか。一番最初ね、形取ってる時、あれ私新しく描いてるのかなって思ってて。あれそうなんすっでこんな感じだよねみたいな感じで思ってたんだけど、あれこれってさ形アザラシじゃんとか思って、なんかね入ってて不安になってきたんだよね途中から。でもね足の色とかはねねるちゃんが合っちゃったよね。ちゃんとね水色だったし、あとねソーナンスってね足がね4つみたいな、ちょっとお花みたいなね不思議な形しちゃったんよね。そうそう。で問題はこれよね。問題とか言わないでよ。これね私横で見ててえってなったもん。これね爆風ね、いやねるちゃんが描いてるのこれ爆風だじゃないって思いながら横で見ちゃったんだけど間違えたんだよ。普通に間違えたんだよね。いやもう描いてても腹なんかそう途中で気がついたよね。はってなって、あれバグフンあれこれ何だったっけみたいな感じになって、あこれバクーダじゃねとか思って、バクーダであっちょるよね、バクーダだと思うんだけど、なんかねあれバグフンあれみたいな感じでも可愛くない？可愛いよ。でもね今日思ったんだ、これね牛だと思ってたんだけど、ラクダじゃんって思って、その時点でもう間違ってるんだよそういえば昨日はなんか年賀状に使えるとかも言っちゃったもんね。そうそう、これ年賀状に使えるじゃんとか言ってて、あと12年待たないと使えないよねみたいな感じで話してたんだけど、あこいつ完全にラクダじゃんね、あちみみんさん馬だってよ。どこがだよネタだよもう完全に。いや面白かったよ。じゃあね4匹目早速描いていってね、なんとかねポケモンマスター目指して頑張っていきたいね。じゃあ草むらから飛び出してくる次のポケモン誰だ？ちょっと待って、わかんない。えミブリム？誰かちょっとヒント出して。全然わかんない。ミブリム。ちょっと待って。新規ポケモンダメだって。ポケモンじゃろう。何それキモい。マジこんな顔なのわかんない。ちょっと待って、みんながねるちゃんにねアドバイスしてあげてね。ヒントちょうだい。そんな幼虫的な感じなの？バタフリーじゃんそんなの。多分水色だろうと思ってわかんない何タイプのポケモンかね。あちみみんさんが色は青とピンクのカービィサイズで目が隠れているポケモン。カービィサイズ、色は青とピンクのカービィサイズで目が隠れている。目が隠れてる意味わかんないカービィサイズだよ、カービィサイズ。ちょっと待って、目が隠れてるどういうこと？みくにさん、そのあたりのポケモンは知りませんね。知らんけどでも書いてみようねこういう感じなんかクリーム的な。ちょっと待ってわかんないあれ神が絶対違う。ねるちゃんはどんなヒントが欲しいの？ミプリムがどんなタイプかとか。タイプ何ポケモンか。うん。でもジミミンさんシルエットとかカービィぐらいのね。結構ミプリムそれで当たってるんじゃない？当たってるわけないじゃん。全然知らないのにかけたらすごいよ。ね、ミブリムとか初めて聞くんだけどそんな蝶みたいなやつなの？蝶ミブリム今想像して書いてあるよ。あ、それ想像なの？うん。どう？それで大丈夫？これでいこう。ミブリム、マジでね。はい。じゃあね、答え合わせしてこうね。なんかあれっぽいイメージなのかな。あ、ジミミンさんが頭はツインテールみたいな頭の上に帽子がみたいなのがかぶってるポケモン、可愛い系なんじゃね。じゃあね、見てみよっかね。お姿拝見。おお、ねるちゃんが近いんじゃない？なんとも言えない。可愛いね、すごい。普通に初めて見る。こんなポケモンいるんだ。なんか眠るとか得意そうなポケモンよね。なんかザ・エスパータイプみたいな。なるほどね。進化しそうじゃね。いや、普通に初めて見た。なんかの進化前なんだろうな。ね、ジミミンさんが言ってた通りカービィみたいな感じで目も隠れてるし、エスパータイプなんじゃ。ありがとうね、ジミミンさん。確かにこれ進化したら強くなりそうじゃね。よし、じゃあ次のポケモン捕獲していこうか。了解。こんな感じでね、描いていきます。むっちゃんのミブリムは完全にあれだね。ちょっと進化してしまったね。最終進化までいってるね、それ。はーい、ちょっと待ってね。切り替えるよ。ほいほい、草むらに戻ってきたよ。じゃあ次もう一回行くね。ミカルゲってあれじゃなかった？何ミカルゲ？ゴーストタイプみたいなさ、ゴワゴワってしたやつじゃないの？ゴーストタイプいっぱいおるよ。コストスタイプはそんないっぱいいないでしょ。ミカルゲってなんかさ、こういうゴワゴワゴワみたいなさ。それムーマじゃない？ムーマ？ムーマじゃないよ。じゃあ書いてみようか。ムーマはもっと可愛いやつじゃん。じゃあ書いてみようかね。なんか意味わかんない形のさ、目離れてるやつじゃないの？黄色だったっけ？さっき対して変わんないんだけどミカルゲ、なんかどんなポケモンなんだろうね。こんな感じのやつじゃなかった？みんなはミカルゲ知っちゃるかね？ちょっとヒント。みんなヒントくれて。ジミミンさんがヒントくれちょるよ。小石の上に炎が生えてるキャラですねって。国さん、なんかあれだね。昭和後期、バラエティの連想ゲームみたいですね。そうじゃねえ。ちょっと、知っちゃったらね、また違うんじゃろうけど、知らんともう想像ゲームじゃよね。小石の上に炎が生えちょるキャラクター。小石の上に火が生えてる。わかるね。全然わからん。わかるね。ミカルゲ。ん？なんか今のポケモンでさ。今のポケモンで、その名前だけで連想するってめっちゃ難しくない？難しいよ。いっぱいおるもんね。えぐない？待って、はてな。いや、わかんないもん。これが精一杯だよ。めっちゃ見えかれてるんだけど。ジミーさん完成ってね。お二人何世代？第何世代？ケンタテは知っちょるよ。ちょっと待ってね。ミカルゲ完成したわね。私ね、あんまりポケモン自体はそんなやってないのに、この企画どうなんだっていう話なんだけど、とりあえず何かしらは書けるだろうみたいな、知ってるやつが出てきたら書けるだろうみたいな感じでやってる。何そいつ、なんかベトベターみたいな、ベトベターみたいな感じだね。絶対毒タイプじゃんそいつ。じゃあゴーストみたいな感じのイメージなんだけど、ちょっと見てみようかね。完全に毒タイプだよ。お姿どんな感じじゃ？おお、当たってるじゃん。当たってるじゃん。めっちゃ近いじゃん。近いね。色がちょっとあれだったね。いや、やっぱりこんなんじゃ。ありがとう。石つけたるなとかなったよ。ジミーさんのアドバイスが効いたね。なんかゴワゴワゴワってしてるようなイメージはあった。色がこの色なんじゃね。おい、変えるの。変えるんじゃねえ。何変えてるんだよ。ねるちゃんも変えてみて。乗せてみて。ね、あ、ジミミーさん4世代4世代ってどのあたり？ダイヤモンドとかパールとか。世代って何？あのね、ポケモンって金銀とかルビサパとか、あそこのソフトでその世代みたいなのでこう分けられてるんよ。じゃあ何世代だ？いや、何個目か全然わかんないんだよ、このソフト自体が。じゃあね、次やっていこうね。早い。やっていこう。あー、難しい。あ、ジミーさんダイヤモンドパールじゃねえ、やっぱり。じゃあもう一回草むらに戻るね。じゃあ次、誰だ？インテレオン。レオンだよね。インテレオン。ライオンだよね。ちょっと違うかな。え、違うの？うん。あ、わかった。あいつの刺激だ。見えちゃった。あれ？違うか。水タイプのあいつか。わかんない。どんなんだったっけ？めっちゃ体細いんだよね。みんなわかるかね、インテレオン。なんか動画で見た。私は一体何を描いているんだ。ああ、やばやばやば。何こいつ気持ち悪い。女性と先黄色だろ。ちょっと待って、ちょっと待って、気がついたらすごいことになっとるじゃん。インテリオンってそんなお腹出てた？そう。でもお腹ぽっこりの方が可愛いかなって思って。あいつも進化系なんだよね。ちみみさん、うますぎラフのクオリティじゃねえ。今の世代のポケモン、今やってるポケモンの御三家の水タイプの最終進化ねえ。超ヒントというかもう答えじゃねえ。ラフ褒めてくれてありがとうね。ポケモンやってねえんだって。あのポケモンやってないんです。今回の御三家めっちゃ可愛いよね。こいつの進化前だったら描ける。描ける？多分。記憶力ないな。大変だ。変わったな、あいつ。マフラー。いや、覚えてないやつはそんなスラスラ書けなかったな。この色だったかもしれない。全然インテリじゃねえ。全然インテリじゃない。ねるちゃん大丈夫？だってこれが限界らしい。じゃあね、インテレオン見てみよっかね。完全にあれだよ、もぐちゃんの方が。じゃーん。あ、ちょっと違う。いや、全然違うね。で、黒いんじゃねえ。黒。カーフは黄色でよかったんじゃねえ。かわとい。何こいつ。怖いんだけど。かっこいいよね。スナイパーみたいな感じなんよね。ねるちゃんも寄せてよ。こうやって、で、手は黒じゃね。グローブみたいな感じで。ね、ダイマックスするとね、すごい尻尾が伸びてね、ゴルゴ13みたいになるんよね。割とねるさんが近い。セミリンさんありがとうね。割とねるさんが近い。いやー、なんやかんやで、うん、知ってるのかもしれない。うん、じゃあ次書いてこうね。多分ね、チラ見したからだと思う、お姉ちゃんを。うん、じゃあ次じゃね。ででんででんででん。ドガース。ドガース？うん。ドガース。またドガースは進化もある。ん？またドガースが進化だよね。うん。よし。ん？血が黒になっちゃった。ドガースは簡単じゃない？簡単じゃねえ。そんなメールしてたっけな。あれ大したメールしてないんだよな。あ、めっちゃ可愛い。ドガースもね、なんか住んでる地方によってね、見た目が違ったりとかするんよね。ねえ。なんかこの企画、私の絵の適当さがめっちゃ見てくるから嫌なんだよね。普段あんなにすごいいっぱい描いとるのに？もうね、一応想像しながらいっぱい描いてるのに。ねるちゃんまたツイッターで上手くなっちゃったよね。それは知らん。知らんがー。この前のね、ウマ娘の絵めっちゃうまかったもんね。ドガー。いや、ドガースは描けるよ。見た目変わってるのはアローラだけ。あ、ねえ、ジミンさん、アローラのやつだけ。あれ？なんか剣立てもじゃなかったっけ？なんか変な色のおらんかった？あれ違ったっけ？こんにちは。ゆうさん、こんにちは。いらっしゃい。今ね、ドガース描いております。なんだろう。なんだろう。なんか、私のマスコット感。マスコットか？あ、ありがとうございます。トールは私自身あんまりね。うまくないなって自分自身で思ったんだけど、オグリキャップのイラストは結構うまくいったね。うん、ゆりさん上手やって、ありがとうね。上手。上手。あ、ん？ドガースの真ん中って丸だったっけ？まあ、それはね、答え合わせしてみようね。じゃあ答え合わせしてみよう。いやー、覚えてないな。あ、ムカつく。歯が生えとるんじゃね。ムカつく。ああ、歯出しとこうね。そっか、そういう口だったか。ドラえもんのお口じゃねえ。よし、次だ、次やろう。次行こう。ひどいよな、全部ひどいんだよな。え、かわいいじゃん。みくりさん、丸だったと思いますってね。しかも、みくりさんも一緒に書いてくれちゃうんだね。会心書いちょるのまたツイッターであげてね。よし、じゃあ次いくよ。ぬーだん。ねころろ。ねころろ。確か、ピンク色の猫だったような気がするな。うん。違う。あれ？どっちだ？進化後か進化前かがわからなくなった。多分進化前。ん？なんか顔がカビゴンっぽかったイメージがあるんだよ。なんか体も丸いような感じがしてた。可愛いポケモンじゃったよね。あいつの尻尾、尻尾が手だったような気がするんだよ。キモい、何こいつ。ダメだ。完全にやらかしてるような気がする。こんな感じだったかね。そうだ、猫ってひげ生えてるんだ。ちみみさんかわいいやって。うん、ありがとうね。じゃあねころろ見てみよっか。へえ、うん、ころろ。はい、じゃあ答え合わせいくよ。何こいつ気持ち悪い。やってしまった。えねこじゃん、これ進化してるじゃんか。進化してるじゃん、進化じゃん。え、こいつの名前って何？えねこじゃない？えねこえねこなの？えねこのロが進化なの？そうそう。ゆうりゅうさん、絵は液タブで描いてるんですか？え、うち液タブで描いてるよ。液タブ。あ、これ2人とも液タブじゃね。うん。液タブのクオリティじゃないよね、私。うん。ね、あ、ジミーさん、エネコロロのデザイン自分も忘れてた。ね、うちもちょっと、エネコロロちょっと勘違いしちゃったわ。今からこれ、直せんね、どうしよう。いや、もう次行こうよ。いや、ちょっと待って、うちは。なんでだよ。ギリギリ引き返せる気がする。そんなの変えるんだったら私めっちゃ変えるよ。なんか私のポケモンカビゴンとさ、うん、ヤドランと一般がいてる。直すのせこいよね。お前だってリハーサルで直そうって話したじゃん。ね、直さないから面白いんじゃないの？別にいいけど。このもがく様が楽しいんじゃよ。うん。うちのエネコロロはこれです。いや、私のエネコロロがはい、じゃあ次行こうね。ちゃんと書くときはちゃんと書くんだよ。うん。ね、時々ね、進化前とね、進化後でね、ちょっとごっちゃになってしまうよね。うん。なんか、想像通りに書くのが難しいから、私結構参考資料とか調べまくって書くから、何も見ずにってなるとクオリティになっちゃうんだよね。次のやつ書いてみよっかね。いくよ。はい、じゃじゃん。ルチャブル。ブル？うん。ブルドッグ？ルチャブル？ルチャブル？犬？ルチャブル。ルチャ。ゆうりゅうさん、よくわかります。自分も見ないと書けないのでね。やっぱ資料って大事よね。ルチャ。あいつは違うブルドッグだけど。ルチャ。ルチャって誰？とりあえずタイプで色を選ぼう。エスパータイプだろう。ブル？犬？みんなよかったらね、ねるちゃんにヒントあげてね。何タイプかね。なんか馬っぽくなっちゃった。馬娘かけすぎてるのかな。いや、これ馬じゃん。ゆうりゅうさんがヒントくれちょるよ。格闘タイプじゃって。あ、わかった。あいつじゃね？格闘タイプ？非格闘のやつ？豚じゃね？豚じゃね？ご関係じゃね？ああ、ゆうりさん大ヒントじゃ。そう、ルチャリブレなんよね。何それ？ルチャリブレっていうね、格闘技があるんよ。格闘技じゃっけ？うん、知らない。あ、わかんない。何こいつ。わかんない。何書いてんのこいつ。わかんない。こんな、なんかね、派手じゃった記憶はあるんじゃけどね。わかんない。完全になんか間違ってるような気がする。ちょっとじゃあ一旦ここで打ち止めかな。三國さん、ルチャリブレっていう映画なら、あ、そういう映画もあるんじゃ。やっぱね、有名な格闘技じゃもんね。いや、知らないし。結構キャラクターおるよ。え？あ、違う違う。ルチャブルじゃん。なんか変なマスコットキャラ産んでしまったよ。どうしよう。あれ、なんかやばいことになってる。なんか一番最初に塔が出てくるやつとかもいろんなやつが走ってるような気がする。ゆうりゅうさん、派手なマスコットみたいな。ゾロみたいな感じのやつになってるような気がする。うおーとかいうやつになってる。ゆうりゅうさん、派手なマスクしたプロレスラー。そうよね。衣装が派手ないよね。じゃけルチャブルもね、すごい見た目が派手ないよね。三國さん、ねるさん、それトトロっちゃって。トトロじゃ可愛いね。だからじゃあ答え合わせしてこうね。いや無理だって。出すよ。うん。ああ。もっとマスクしちゃった。近い。すごく近い。オレンジ色はちゃうね。すごく近い。こうやればいいんだよ。こうやれば。ああダメだ。そうじゃね。うちのマスク全然つけちょらんねこれ。鶏になってしまっちょるね。あーやばい。やっぱりくちばし赤じゃったんじゃね。なんかね、黄色ちょっと取りすぎるなーって思っちゃったんよ。いやそれどころじゃないもん。それどころじゃない。うん。私はもうこれは違う。なんか使う人がいたらぜひ使ってください。何に？じゃあ次行くね。うん。何が出るかね。もう本当に。アブソル。アブソルも猫だよね。白ポケモンだよね。白ポケモンってなんだよね。どうしよう。ちょっと書きづらい。アブソルってあいつだよね。白の。白のなんか猫みたいなポケモンだよね。こいつをかけるんじゃね。みんなアブソル覚えちょる？すごいオープニングでかっこよく出ちゃったやつよね。そんなかっこよく出てたんだ。見てないしな。あれ？あれわかんなくなってきた。あ、ごちゃごちゃになってきた。やばい。あいつ猫だよね。なんでこんな小学生並みの書き方をするんだろう私。いつももっとちゃんと書くだろう。おい私。本当に私が書いているのか。キモい。結構シンプルな見た目だったよね。シンプルだった？うん。なんかかっこいいイメージはある。なんか目はとんがってるような気がする。猫だったからね。あらアブソルじゃんこれ。アブソロじゃねえ。今さっき黒かったイメージがある。アブソロって前髪ピョロンってなってたよね。ペロンってなっちゃったっけ？だってさなんかノンスタイルのあの人みたいな髪型してたじゃん。そうなの？してなかったっけ？井上だったっけ？井上さんだったっけ？なんか髪の毛ピローンってなってたね。片方ピローンってなってた。こんな感じだったような気がするんだけどな。オープニングでね、すごい意味深に出ちゃったんだけど、こんなになんか伝説じゃなかったよね。どうせ的なキャラクターだね。アブソロ絶対こんな感じだって。何かっこよくしようってしてるの。ジミーさん、アブソロかっこよって。アブソロ実際に使えるしね、めっちゃ使える。強いんだ。あいつなんかすごい攻撃力アップするイメージがあるんだけど。じゃあね、姿見てみようね。出すよ。うん。おわ、全然違う。そうじゃあ、頭になんかついちょるんじゃん。ついてる？うん。ねるちゃん結構顔の形状近いんじゃないこれ。うん、うちモフモフのイメージで変えてしもうたよ。いやモフモフじゃないよそれは。なんや。なんか髪の毛ほらペローンってなってるペローンって。なんちょる。それつけたところで私変わんないんだけどな。なんか黒いんじゃね。なんか下手くそ芸人みたいな。レベルのクオリティのものしか今書いてないんだよな。いや。実際の私の絵はね、こういうのだからね。こういうのだからね。ちゃんと書いてるんだよ私。じゃあこっちもちゃんと書いてくれよ。ねえ書いてもこれが限界なんだって。いやお姉ちゃんねめっちゃ描くの早い、形取りがめっちゃ早いし、めっちゃ直してるじゃん。うん次だ。はい次行こうね。次だ。よし切り替えたよ。じゃあ次出すね。次だ。メムリット知らない。みんなヒントちょうだい。エムリットってあの卵のやつじゃないの？あの卵の童話の話のあいつってエムリット？わかんない。ヒント。いない誰かいない？ヒントちょうだい。何そいつ？エムリット。ロボットかよ。頭ピンクじゃって。頭ピンク。あ、鈴木さんかな。いらっしゃい。ピンクヒントありがとね。頭ピンク、頭ピンク、頭ピンクか。釣り目の可愛い顔、ピンクのツインテール。ちびみんさんめっちゃヒントくれる。ありがとね。頭ピンク。みくりさん、もはやわからないので、こちらで先に画像見てもよかですか。よかよ、よかよか。ジラーチみたいな体。ジラーチって何？めっちゃ可愛い七夕ポケモン。またね、お題が出た時に書いてみればいいよ。あ、それ見たらわかったー。あいつだ、あいつだ、あいつだ、あいつだ。それグレタモじゃない。今一瞬見れみんなし、あいつだ。ん？あいつだ。わかったわかったわかった。そのツインテールでわかった、ピンク色で。耳みたいな髪みたいなのが4つ垂れてる。耳さん、中に浮いてる。小柄サイズって感じですね。あ、鈴木さんこんにちはね。はじめまして。ありがとね、ヒントくれて。今ね、だいぶ方向性固まってきたよ。尻尾が2つ。尻尾2つ？なんかこういうポケモンいなかったっけ？名前出てこないけど。ツインテールでピンク色のなんか。体は白。体白。体白。なんかこんなやついなかった。いや、ピンクだよね。ピンクって言ってたよね。ピンクだよ。なんかこんなやついなかった。尻尾2つ？ピンクの体、ジラーチみたいな。電車押せよ。ほら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 。このやついなかった。何こいつ、気持ち悪い。ルパルパみたいな。こんなやついなかった。尻尾が2つ、体は白。よりと。釣り目の可愛い顔。タブンネみたい。そう、タブンネじゃね。タブンネってなんだよ。タブンネ知らないポケモン多すぎだよ。うちもかけたよ、エムリット。じゃあね、答え見てみようね。見てみよう。違うじゃん、伝説か。伝説だよね。なんか4種類ぐらい見たような気がする、こいつ。いや、わかんないよ。ありがとうね、みんなアドバイスくれて。よかった。うち最初のやつだと全然違っちゃったよ。いや、完全にロボットの頭だけみたいな感じになってた。グレン・ラガンみたいな感じになってたじゃん。なんかね、そう、なんか岩系ポケモンかなって思って。とりあえず意味わかんない系の名前はエスパータイプって認識してる。ねじちゃんの図鑑のポケモンみんなエスパータイプになってしまいそうじゃね。でもなんかここ最近エスパータイプ多くない？多いんかね。わかった。やめちゃ雨降ってきたけど。うん。エスパーなんじゃね。うん。じゃあ次行こうかいね。あ、ちょうど1時間なんじゃね。今何匹くらい捕まえたかね。捕まえたっていうの？うん。1、2、3、4、5、6、7。8体。9じゃないの？ 9？2、3、4、5、6、7、8だ。ごめんごめん。うん。じゃあね、次出すよ。ででん。ミノムチ。ミノムシだよね。ミノムシ？ミノムチ、ドラクエとかにもよく多いよね、こういうの。これじゃないね。ミノムシどっちか。分かった分かった。それはアオムシじゃねえ。それはアオムシじゃねえ。分かった分かった。腹ペコの方じゃねえ。ジミミンさん、ミノムチは3種類の姿あるからヒント出しづらい。ね。ね、みくにさん、ハロペコはウムシですかいね。これ、絵本のキャラじゃね。ミノムシ、ミノムシってあれだよね。ん？多分ね、鳥みたいな顔してたと思うんだよ。なんか見たことある。そうなんじゃ、これ3種類もおるんじゃ。最終的な進化がガになるからじゃない？ん？いや、ガになったっけ？この姿で3種類。あるんよね、多分。なんか顔ちょっとしか出てなかったような気がする。うん、ね、くちばしがなんかあって黄色だったと思う。ゆうりゅうさん、なんか森蔵って感じて。そうじゃね。ちょっとふっくら進むとね。なかなかすごい。ミノムチって木自体が上に向いてなかったっけ？うん。ちょっとこれはあれじゃね。うちこれで大丈夫かな、ミノムチ。むっちりしとるよ。あ、ちょっと待ってちょっと待って。みみんさんがヒントくれたよ。全員顔は濃いグレー、体の色は黄色。あ、なるほどね。体にまとう素材で違うんじゃね。ミノムチがある部分は忘れられがちかも。あ、じゃあうち緑にしよう。そういうのあり。いや、もうこれでいい。これでいいよ、これでいいよ。そうか。ハロペコアオムシうますぎじゃない？うん、じゃあ見てみようね。何そのクリスマスに余計に盛りそうじゃん。木の実つけてみたよ。めっちゃ雨降ってるよ。大丈夫？そっち？こっちはね、晴れちょるよ。マジでびっくり音なってるんだけど。うん。あ、わかるかいな。なんか鳥みたいな顔だなっていうのは分かってたんだけど、違うじゃん。ミナマチに関しては外れても仕方ない。これは元のポケモンが悪い。結構種類があるんじゃね？そうなんだよな。目黄色にしようかどうか迷ったんだよな。あ、ほんとじゃあ。ミナマチはよく見るととんがり花。目の方が黄色なんじゃね。なんかね、鳥っぽい顔だなっていう印象はあった。記憶の中で。ミナマチはこれで大丈夫じゃね。ちゃんと書いたらこうなんですよ。ちゃんと書いたらこうなんですよ。皆さん。じゃあ次行こうね。はい。何が出るかね。ピーちゃん。はっ。ピーちゃん、鳥でしょ、どうせ。なんか違う。点先変えよう。ピーちゃん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 、ピーちゃん、ピーちゃん、わかんない。みんな捕まえるの大変だったと思うよね、ピーちゃん。え？ん？そんなあれなの？鳥じゃないの？おばきゅうじゃんこれ。さっきから何書いてんだろう私。これあれじゃね、カービィとかに出てきそうなやつじゃね。カービィにこのやつ出てくるんだ。そうそう。P はシンプルな見た目で特徴を使えば簡単に描けるっぽい見た目してるね。でもね、シンプルなのがね難しいよね。顔のバランスってね、全然。体もっとちっちゃかった気がするんだけどね。うん。ピーちゃん、ピーちゃん、ね、ピーちゃん、ピー。あ、そうじゃ、そうじゃ、そうじゃ。鈴木さんありがとうね。カービィみたいな見た目、思い出したよ。何ん？全然わかんないんだけど。何そこだけ理解してるの？うん、鈴木さんのね、アドバイスが的確処刑。うちも今、ハッとなった。ピーちゃん。そうなんよね。ピーってね、ベイビーポケモンじゃけ。シンプルな見た目しとるんよね。いや、わかん。あ、ピッピのあいつか、進化前か。そうだよ。じゃけね、みんなね、育て屋さんに預けてね、卵でね。え？よいしょ。ピッピ？じゃあ姿見てみよっか。ピッピだよね。うん。かわいい。かわいい。そうじゃね、ピッピの目これじゃね。完全にその角を抜いたらカービィだね。シンプル。めっちゃ目もぎたい。ひどいことを言う。いやでも私目近いよ。そうじゃね、目も当たっちゃるね。目と体似てるよ。ジミンさん、デルさん離れすぎてるけどクソうますぎて草ってこれカービィのね、友達のイラストだったら多分一番じゃね。じゃあピーちゃんこれで結構適当に書いてる。次捕まえてこうね。じゃあ次行くよ。うん。千葉コイル。難しいな。 UFO なんだよね確か。千葉コイル UFO だよね。それはちょっと書かんと。こんなんついてたっけな。なんかウルトラマンみたいなイメージあったんだよな。なんかこっから動けないな。コイル系はね、シンプルだからすごい描きやすいよね。なんかウルトラマン的なイメージがあったんだよな。うん。なんかコイル、自分コイルって手なかったんじゃないの？あったっけ？知らない。むいちゃんに答えなんて渡さん。確かね、こんな見た目だったと思うんだけどね。確かね、特殊な場所で進化するコイルポケモンだよね。特殊な場所だったっけ、あいつ。そうそう。場所だった？うん、場所だった。確かね、磁力が強いところじゃったかね。多分ね、こいつのモデルがある程度ウルトラマン混じってるはずなんだよ。忘れた。こんな感じだったような気がする。もっとなんか見た目がね。ちょっと待ってね。グラスちゃおう。千葉コイルってこんな感じやね。三國さん、UFO みたいな見た目、レアコイルの真ん中がどでかいバージョンで、一つ目がまがまがしい。こんなバイキンマンみたいな感じなのではありますけど、特徴的なやつですねってジミーさんも言っとるよ。手あるのかいな。姿見てみようね。出すよ。うん。こんな見た目なんじゃ。あ、一応目ついてるんだ。あれ、そんな感じだったっけ。なんか私、ジェバコイル使ったことあるようなないような気がするんだけど。顔あったんじゃねえ。落ちてっきり一つしかないんかと思っとった。すごい強そうじゃねえ。もう一本だけだし。いや、これ、違うわ。これは強そうじゃねえ。メルちゃんのさ、ジバゴイルどんな感じになった？ん？ちょっと待ってね。うん。あ、旗生えちょる。早そうじゃねえ。なんかウルトラマン的なイメージがあったから。うん。なんかこういうさ、ちょっとみたいなのあったのかなみたいな。うんうん。うん。そう UFO みたいな。あ、ジミミさん、この放送機にネルさんもポケモンに入ろうじゃって。今、剣立てとかね、ポケモンスナップもね、今度発売するもんね。ポケモンスナップ作ってみようかな。ね、ポケモンスナップじゃったらいろんなポケモン見れるもんね。うん。次じゃ、次行くよ。見出すよ。ヤミラミ。あいつじゃね？違うか。ん？ヤミラミ、ヤミラミだよね。すっごい強いポケモンじゃったやつだよね。ヤミラミ強いの？うん、すっごい強いポケモンだよ。ヤミラミってあれ？ヤミラミ？違う。ヤミラミ。ヤミラミ。ヤミラミ？どうした？あれ？私間違えてるのか。リュウリュウさん、目がダイヤ。みくりさん、見た目が猫みたい。シンプルな外見。口はギザギザ。ちょっと。じゃあ私間違えてるわ。闇ガラスになってるわ。あ、そいつか。分かった。そいつだ。イーリアみたいなやつ、あ、よくないんでしょ。そんなこの子ね、弱点がなかったんよ。弱点ないけど結構即死するじゃん。そいつあれだ、チパカブラみたいな感じのやつだ。チパカブラ。背中にね、鉱石なんかいっぱいあって、ダイマックスしたらね、めっちゃすごい大きい宝石持っちゃった気がするね。ダイマックス？すごい進化したらね、メガ進化じゃっけ？バカブラー。ブラ。あいつ口あったっけ？なかったような気がする。バカブラー。なんか違うな。想像力なさすぎたり。もう初代に出てくるようなポケモン出てくれないかな。この辺はちょろっと見たことあるから追っかけるね。ゆうりさん全体的に紫ってね。みくにさん確かに千葉かぶらの可愛いバージョン。そうそうね、なんか不思議な、なんか人型なんだね。なんかね、こういうところの宝石はピンクだったような気がする。ね、全体的に紫だよね。こういう紫じゃなかった。なんか灰色に近い紫だよ。こういう感じの色だよ。チュパカブラ。お目目がね、ダイヤモンドアイなんよね。ほらほら、こんな感じだよ、絶対。絶対こんな感じ。できた？めっちゃ似てる。くら。くら。私のくら。あいつ、動物の中にいるしね、これぐらい暗いんだよ、きっと。うん。エルちゃんのあれじゃね、XY とかに出てくる超強いやつの見た目じゃね。え、闇闇になっちゃうよ。おいしいおいしいになっちゃうよ。もうダメだ。鈴木さん、もいさん特徴捉えてる。ありがとうね。ね、なんか背中にね、鉱石入っちゃったよね。ちょっと見てみよう。いや、入ってる入ってる。あ、入ってる。なんか板ついてるような気がする。うん、ついてねえじゃん。おお。ついてるよね。背中に軽く見えるもん。うん。お腹の正面にもついちゃったんじゃね。うちお腹にはないと思っちゃったけん。背中見せたイラストにしたんだけど。こういうなんかのギザギザがあるんじゃね。あーすごい、真ん中に線入れるとすごい闇ラミっぽくなった。おうん見てる、すごいね本当に。でもこのも洞窟の中探索しとって、これ出てきたらびっくりしてしまうね。結構ちっちゃくなかったっけ。ちっちゃいんだっけ。ちっちゃく、うん、いやちっちゃく、でも足元にこれおったらびっくりするな。うち消えてしまうね。うん、声出して逃げてしまう。めぐり取るかもしれない。売るの怖いね。ねえ、じゃあ次闇闇の次何が出てくるかね。うん、初期モンスター来い。初期モンスター来るんだ。動画程度のかける。ドガースぐらいならかける。ゼクロム。伝説ポケモンじゃね。どっちだ。ゼクロム。なんか白と黒のやつじゃなかった。ブラック&ホワイト。うんうん、だよね。のどっちかだよね。んどっち。黒書いたら当たった方がね。黒にかける。構造があいつどんなんだったっけ。ドラゴンみたいなイメージがあるんだけど全然記憶にないんだよな。かっこいい伝説ポケモンよね。ドラゴンなんかリザードに見える部分もあったような気がする。お腹出てたし。でも完全に想像だけで描いてるからな。飛行機みたいな。みくにさん、うわ、これは難しい。ゴジラに黒い翼が生えたような。お、ヒントじゃ、大ヒントじゃ。いや、黒い翼って言ったらもう黒じゃねえか。やったね。黒いやつじゃねえか。じゃあ、あとはどれだけ似せられるかじゃねえ。私は電波怪獣のシルエットを描いてるわけじゃないです。ラドンラドンに見えてきた。どうしよう。いや、無理じゃね。ゴジラ。シルエットになったじゃん。コナンの花にかよ。円錐みたい、鈴木さん、円錐みたいな尻尾がついてます。みくにさん、ラドンと。ゴジラ面白かったよね。円錐？そうそう。デクラムとか、この辺の伝説ポケモンすごいなんか、ジェットエンジンみたいなね、尻尾しとるよね。ジェットジャガー？ジェットエンジンね。ジェットエンジン？そうそう。違う。ラドンって書いて。ラドンってさ、絶対ラランドのこと言ってるでしょ。映画？ラランドだよ。ラランドってね、なんか。あ、そんなんだったっけ。なんかね、すごいメカ的なね、やつなんよね。絵描き歌でゼクロムとかの絵描き歌があったら覚えられるんじゃけどな。いや、難しすぎるでしょ。長くなるかね。何分の尺作るのそれ。絵描き歌で一回作ってみる。超長い絵描き歌。メロディーを誰かに頼まんといけんね。101時間とかになるよ。さすがにそこまではかからんでしょう。ジミミさん、ゼクロムは本当に巨人男の体をした恐竜って感じで、羽が生えてて尻尾はサザエの貝殻みたいなのね。そんな感じだったよね。サザエの貝殻。ヤドキング？なんかね、すごいね、お尻が特徴的なんよ、この伝説ポケモンたち。ちょっと待ってね、うちもできたけ。見てみようね、ゼクロム。なんか、よう覚えてるね。全然覚えてないよ。出すよ。おー、かっこいい！全然違うじゃん。うち翼と腕一体化させてしまったけ。ゼクロムってこんな感じだったんだ。なんか頭がピョロピョロピョってなってるっていうか、とんがってるイメージはあったんだけど。青いラインが走ってるんだね。知らない。こんなんだったんだ。つうかさ、知らないところの伝説ポケモンを持ってきたらダメだろ。うん、かっこいいな。かっこいいよね。これドラゴンポケモン。ドラゴンじゃよね。ドラゴンと炎じゃなかったっけ？なんかいつかさ、神様ポケモンとか出てきそうな気がする。え、神様多分出ちゃうよ。なんだって。ねえ。やっぱりそういう方向に行くんだ。そうそうそう。え、ちみみんさ、なんかダイヤモンドパールの伝説ポケモンって。世界を作った宇宙作ったポケモンじゃなかったっけ？でもあれでもさ、ドラゴンじゃない？うん、ドラゴンじゃけど。なんか丸いやつだよね。全体的にフォルムが丸いやつだね。なんかこういうなんか馬みたいなポケモンじゃったけど。パルキアとディアルガじゃったっけね。なんかヤマトのオロチとか出てきたんだけど、出てくるかね。じゃあ次行ってみるね。濃い。何が出るかね次。それにしてもあれだね、草むらからデクロも出てくるのすごいね。とりあえず難しくないやつお願いします。ランダムだから何とも言えないけど難しすぎる、じゃあ次に草むらから出てくるのはなんじゃろほい。あんのめっちゃいるじゃん。めっちゃおるね。めっちゃいるじゃん。え、どっちだろう。あんのどっちの方出てくるだろう。あれだよね、もう検索の時に出てくるかどうかだもんね。私こっちかな。鈴木さん、草むらから出くるもは草ってねえ、ほんとね、ここの草むらすごいよ。みくじさん、これは簡単。うん、そうね。私は、これは書くのめちゃエッチにするよ。ほんと？多分ね、出てくるのはエッチだと思う。ああ、そっか。そうじゃね、ここの何で出てくるかよね。あ、そっか。天才だね。答えを増やすんじゃねえ。え、何が出てくるじゃろう。そっか。この画像に出てくるのはさっきのミノムッチーと一緒で、選ばれたのが出てくるんよね。ねえ、ちみみんさん、アンノーンの代表的な見た目ってなんじゃろう。私はこの形だと思ってる。なんか、H とかそれっぽいよね。H と、あと何だったっけな。T とか ?T とか、うん。うちじゃあ N じゃね。N でいこう。これはちょっと難しいね。簡単に見えて実は難しい。26通りからね、当たるかね。来い。じゃあ答え合わせいくよ。え、これ何だったっけ。すごいの出てきたよ。これ何だったっけ。 F じゃないよね。でも一番 F が近いような気がする。みんなこれ知っちゃる、このアンノーンの読み方は。読み方は何だろう。いや、アルファベットの形ね。あ、なんかでもうちもなんか昔これで苦戦したような気がするな。あれこういうのないっぱい姿形。もやもやするね。なんかみんな知っちゃるこれ、何の形かわかる？F じゃね？ F なんかね。F じゃない。F しかないでしょ。でもなんか反対中。反対かな。F か。F か。なんで F なんだろう。いや、次だ、次。P かもしれん、P かも。ポケットモンスターの P。P は繋がってるでしょ。F。F だよね。うん。ゆうりゅうさんも F じゃねえ。F か。うん。アンノーンはね、大丈夫。あ、鈴木さんも F。ありがとね。そっか、やっぱり F か。なんで F なんじゃろうね。不思議ポケモンじゃから。よし、じゃあ次行ってみようね。なんだろう、さっきのな、なんか滑ったみたいな感じやね。あ、ジミーさんも F。じゃあね、F じゃね、F。次じゃい。次じゃい。次じゃい。深まる。深まる？なんか聞いたことある。深まる。深まる。深まるって何だったっけ？深まる。深まる。深まる？あれ出てこない。もうなんかなんだろう、深まる？気持ち悪い。深まる？深まる？深まる？こもるみたいな感じ？深まる？いや、わかんない。あ、そうじゃん。深まるそっちだったっけ？でもうちこっちのイメージなんじゃけどな。そう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 、ゆうりゅうさんのね、それそれ。うちもそのヒントじゃと思うな。え？深まる。深まるか。深まる。深まる。深まる。うん。深まる。深まる。深まるね。ある。顔の横に、あ、魚雷みたいなのついとる。なんかね、サメ肌とかになるんじゃっけ？変わるね。なんかそれ違う気がするね。ちょっと今ちらりと見えたけども。変わる。変わるか。ねるちゃんはあれだね、書きながら考えるタイプじゃね。深まる。そう、書きながら考えるタイプ。深まる。サッカーしながら推理するコナンくんじゃねえ。深まるね。深まるか。みくりさん、ねるさん、それカビってねえ、なんかしかも最初の頃のカービィじゃねえ。変わるか。変わるか。変わるね。変わるか。ちょっと本格的なものになりよるじゃん、ちょっと。出そう？出ない。これが深まるです。それは多分同じ会社だけど違うところじゃねえ。いや、ちょっと待ってね。うち八角剣カーロットじゃ。よし、深まるやし。深まるやし。おひれがあったかね。そう、子供なんよね。進化前なんよね。ちょっとおひれなしちゃいしょう。うん、じゃあうちこれで。深まる。それさっきの多少ポケモンに寄せようっていう気持ちもあるんじゃね。ね、答え合わせしてくよ。うん、じゃじゃーん。あー、知らない。かっこいい。知らない。これ新しいやつじゃないの？めっちゃ新しいやつ。新しくはないかな。新しくはないね。うん。最後幽霊になるやつじゃないのか。ああ、それはちょっと違うやつじゃね。ちょっと違うやつか。うん。でも似ちょるね、それにも。なんかセロナさんが使うやつじゃねえ。誰？美人さんのチャンピオン。わかんない。手が生えちょったんじゃねえ。よしよしよし。うん、じゃあ次行ってみよっか。もうそっちの深丸はあれじゃねえ。チャンピオンどころじゃないね。銀が救ってしまいそうじゃねえ。優勝だよ。もう完全なる優勝だよ。一匹だけで天皇全冠。うん。あ、今ね、配信始めてね、1時間半ぐらい経ったよ。早いね。早いね。どうする ?18 時ぐらいまでにしとく？うん。うん、じゃあ次、草むらのポケモン探しに行くね。出すよ、じゃあ。うん。じゃじゃーん、タチフサグマ。は？草グマ。タチ草グマ。草。みんなヒントちょうだいね。タチくさくま。クマって聞いて出てくると最近のジグザグマとかね、あの辺が出てくるね。カラルの私ヒメグマが出てきたんだけど、もう全然違うもんなあ。タチフサグマあれで合っちゃるんかな。あ、うちは思い出したかも。やっぱジグザグマ系列よね。ヒント出しちゃったかな。そういう手は私は分かんないけど。ねるちゃんもコメント見てみて、みんなヒントしてくれ。そうそうそう。うちね、最初見たときすごいショックだったよ。本当にこんな姿になってしまうんじゃって思って。これはね、道端で会ってしまうたらもう逃げるしかないけど、逃げきれんじゃろうね。そんなすごいポケモンなんだ。超怖いよ。ベロ出しとるんよね、ベロ。またやばいけどね。ちょっとつっていけんけどね。大丈夫、似てないから。それしかもちょっと待って、それネズミ立ちふさぐまじゃよ、立ちふさぐま。立ちふさいでるじゃん。立ちふさいじゃるね。立ちふさいでるじゃん。怒られる、本当に怒られる、やばいな。さっきの山本、ごめんなさい。みかりさん、某ネズミマウスじゃーって。違う違う、クマだから、クマだから、アオシロみたいなもんだから。めっちゃ時間かけて書いてるさ。うん。あ、ちょっと待ってね。うん。怖いんだけどね。でもすごいかっこいいポケモンなんよ。多分これじゃないかな。立ちふさガルグマ。何それ？エルちゃんのじゃない？なんで？ガル？じゃあ見てみよっかね、答え合わせ。うん。おー。私近いじゃん。色同じじゃねえ。色同じじゃん。傷があるんじゃん。ねえ、これまっすぐ間からこれになってしまうよね。そう、自分。うん、ジグザグマとかまっすぐ間知らん？知ってる知ってる。うん、これがね、進化する。あいつの最終進化がこれなの？そうなんよ、これ。へえ、初めて知った。波乗り覚えるじゃん。波乗り覚えるかね。ジグザグマじゃなくて、あいつ波乗り覚えてさ、うん、波乗り要素でよく使ってたイメージがある。技いっぱい覚えるんじゃっけ。うん。最終進化こんな。そうなんよ。じゃけうちちょっとショックじゃったんよ。もふもふしちょってね、懐いてくれたらすごいえんじゃけど、懐くかね。いや、懐くイコール殴られるじゃないの、こっちは。うん。襲われそうで怖いっちゃ。そうじゃね、名残の顔のラインはね、あるんよね。もううちベロ出しとるのがすごい衝撃的で、悪そうじゃなーって。剣立てでね、悪タイプになってしもうたよね。立ちふさぐま、よし、オッケー。お待たせしました。じゃあ次行ってみようね。うん。何が出るかね。わかるやつ来てくれ。ランクルス。だね。ヒントプリーズ。どんなポケモンじゃろうね。ランクス、みんなヒントちょうだいね。何タイかね。それそれはトランセルじゃねえ。ランクスランクス。トランセルの派生系なんかね。ゆうりゅうさんのコメントすごいの来たよ。緑のゼリーの中に人が入ってる感じ。え？とりあえずゼリーを書こう。うん。とりあえずゼリーを書いて。緑のゼリー。人が入ってる。人入ってるのえぐいな。緑の腕長いやつ。鈴木さんありがとね。緑の腕の長いやつ。待ってね、腕が長いやつ。うちもちょっと情報整理しながらね、ポケモン捕まえるよ。あ、はるみやさんじゃ、こんにちは。いらっしゃいね。今お絵かき配信しとるよ。長いやつ。バスネクと一緒に。エスパータイプ。ランクルス。あ、ねるちゃんのゼリー美味しそうじゃね。抹茶プリンです。違う。抹茶プリン。そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、腕が長い。腕が長いよね。そうなんよ。今ね、ポケモンね、名前だけで書くんじゃけど、今ね、2人ともランクルスね。ランクルスって誰？ね、コメント拾いながらね、推理しながら書いてます。あ、三國さんから形容不可能ってすごいのが来ちゃるよ。やっぱすごいポケモンなんじゃん。これはちょっと時間決めて、ちょっとあれじゃね。ランクルス。手が生えちょるんじゃね。手が生えて人が入っちゃるポケモンおる？ちょっと怖いんじゃけど、あ、人がこう腕伸ばして生えしとるとるのか？あ、ねるちゃんのかわいい。ありありあり。ゲルカービィじゃん。ゲルカービィじゃん。うち可愛くしときたいからこれしとくね。よし。ゲルカービィだ、ゲルカービィ。ミジンコの可愛いバージョン？じゃあちょっとうちこれでギブアップじゃね。ランクルス。頭生やしちゃおう。ねるちゃんもそれで大丈夫？これでいいよ。あ、ジビミンさんからランクルスは中に置いてるシャボン玉の体をまとってて、中にさっきのエムリットの頭がない真っ白な小人が入ってるポケモン。エムリットと関係があるんかね。ちょっとじゃあ見てみようね。全然わかんない。じゃじゃーん。おお、かわいい。かわいいね。結構私好み。中になんかこうつぶつぶが入っちゃうね。これつぶつぶつけるの？うん。なんかエイリアン度増すんだけど。エムリットみたいな体。ああ、体ね。うん。か怖いよね、この体。私ある意味近くない？うん、近い近い。可愛いよ。可愛い寄りじゃよ。これはなんか進化して、なんかすごいのになりそうだね。じゃあ次行ってみようかいね。うん。次行くよ。すごい並んで可愛いね。いや違う、こういう楽しみじゃないんだよ。うん。じゃあ次行くよ。はい。砂ヘビ。砂ヘビなんかもう実際にそのヘビだね。ちょっとね、書くの難しいかもしれんね。ヘビ。まずヘビが思い出すな。今思い出すな。とりあえずヘビを書こう。とりあえずヘビを書いて。ヘビを描いて、ミミさん、まんま頭の部分が大きいヘビって感じですね。そうなんよね。ねるちゃんの色がすごい近いよね。あ、みくにさん、ヒントナイス。体はヘビ、顔はブルドッグ。もうこの時点でずれてるんだけど、お花が大きいよね。ヒントもらってうちは思い出したよ。いや思い出せない。思い出すっていうか多分知らない。鼻がでかい。うん。鼻がでかい。みんなのヒントがすごいわかりやすいよ。なんかね、そっちを見てしまうとね。うん。むいちゃんの絵が見えてしまうんだよ。ああ。だからほどほどに見てるんだけど。うん。いや、わかんない。砂ヘビ。かっちょいい。怪獣映画に出てくるやつじゃね。うちもちょっと一旦止めようかな。ちょっと待ってね。砂ヘビ。目の色がすごく特徴的だった気がするんよね。白じゃなかったと思うよね。砂ヘビ。ヘビになった。砂ヘビ。ドンドン。できました。じゃあ答え合わせしてみようね。なんかこれずっと書いてた私がどんだけポケモンが無知かっていうのがすごい見えてくるね。ポケモンスナップやる？うん。なんかサメ肌飛んでたのは全然違うじゃん。違った。うちも間違えてしまった。全然違うじゃん。全然違うね。っていうか待っただね、あれ耳じゃなくて。うん。肉厚の顔なんよね。へえ。可愛いね。全く見たことない。こいつは初見さんだ。目緑にしとこう。それ進化前とかなんかいなかったっけ、そういうやつ。うちとも多分これ進化系か何か別のヘビかもしれんね。うん。なんかそういうやつは見たことあるような気がするよ。うん。うんうん。ちびみんさん、覚えてないぐらいマイナーなポケモン。マイナーなんだね。はい、じゃあ次行くよ。ちょっと待ってね。なんかマイナーなポケモンちょこちょこいるよね。なんか何匹おるんじゃっけ今。オニヤンマとかいうトンボもなんか全然使われてなくてさ、なんかあんまり見ないなみたいな。たくさんおるもんね。うん。オーベムとかも見ないもん。オーベムってなんじゃ？オーベム？うん。オーベムって何？みんな教えて。書きながら調べてみよう。オーベム、とりあえず耳つけるんだ。うん、耳つけちゃう。オーベム、オーベムって何？怖いしそいつ。みんな教えて、オーベム。ねるちゃんもなんかこう想像してみたら、オーベムっていう名前からなんか強そうな名前よね。オーベム、ああ緑のちょっと違うねうち。ありがとねみくにさん。緑の目がある道具？道具、埴輪？ちょっと待ってね。緑の目があるやつ？うん。違うな。白っぽいイメージ。白っぽいイメージ。ねえ。こういう黄色みたいな。名前すごい強そうだけど、なんか進化前みたいな感じがするね。あれ？粘土ールとは違うんかね。埴輪じゃけ、ちょっとこんな見た目かね。オーパーツ的な感じだよね。うん。それってしまう。なんかうちそれ見覚えあるよ。見覚えある？うん。すごい強いやつ。そうなの？多分ね、合体してるからね。アルマジロとその猫が合体してるからね。オーベム、オーベム。名前かっこいいけど不思議なポケモンじゃねえ。頭が長くて Y みたいな模様があります。鈴木さんありがとね。え？何と何があるって？ん？頭が長くてね、Y みたいな模様があるんで。Y？頭が長いの？ねるちゃんの方はどう？お、模様ができてるね。なんていうかわかんない。オーフェム。シャッコーマンだと思うね。知らない、私そんなの知らない。ハニワ？ポケモンってあれもね、なんかの器物みたいなのもあるもんね。よし。うちオーベム2種類書いたよ。なんで2種類書くの？じゃあちょっとオーベム姿見てみようか。うん。どんな姿じゃろうね。いや、この姿だよ。きっとそうだよ。じゃじゃーん。おお。全く知らない。この子も主人公だ。全然知らない。レジギガスみたいな、なんか不思議なポケモンじゃね。トライアタックとかできそう。指だけでトライアタックするの。うん。なんか指先からね、なんかいろんな色のビーム出してきそうじゃない？トライアタックってあれ。アタックとかぶつけるんじゃないの？物理攻撃じゃないの？トライアタックってなんか3タイプの技ぶつけるんじゃなかったっけ？うん。物理じゃないんだ。まあいいや。いやー、全然違うじゃん、オーベム。オーベム違ったね。うちもちょっと違ったね。でも、ヒントもらったからだいぶ。デジモンとか言い始めるさ。ね、本当に Y みたいな模様があったね。うち Y みたいな頭にしてしまったよ。じゃあ次の、どうする？なりちゃん、次ラストにしようか。次ラストでいいよ。うん。次こそ簡単なやつお願いします。今日1回ぐらいしか簡単なやつ来なかったから。どうかす？じゃあ次いくよ。ナマズン。来た。これは書けるような気がする。ナマズンだもん。私、ヌオーとナマズンだけは大好きだからね。あ、そうなの。うん、アホ面が。好きな？メタモンとか、そういう感じの顔が好きで。うん。何考えてるんだろう、こいつみたいな。ナマズン。でも書いてたら分かんなくなってくるんだよな。不思議よね。名前は覚えちゃるんだけどね、書き出すとちょっと急にぼやけてくるよね。尾びれがあって、魚は胸びれがあるはずだから、ここにあるのかな。あ、三國さんのヒントじゃ、大々ヒントじゃ。全体的に悪かったんだよな。そういう手間違えたら最悪だけど。なんて？額にダブルの稲妻マーク。稲妻マークじゃないの？ M だったような気がする。じゃあうちちょっと違うね。ちょっと直そう。これの前の進化がドジョッチだったっけ？ドジョッチ。こうじゃね？あれ？ M じゃなかった？ W だった？部長じゃみくにさん信じよう。そっち見てるんだからそう見えるだろそっち合ってるんだったらそっちじゃない？あれか、 W にしたらドラゴンボールになっちゃうのか。花があったかいね。花なかったと思うね。でああ、これすぎだな。なんかでももっとカラフルというか、もっと色があったような気がするんじゃけどね。いや、そんな中でほら、めっちゃナマズン。おお。いや、これナマズンでしょ。これ間違ってた。ちょっとショックなんだけど。うちもできたよ、ナマズン。じゃあ見比べてみようか。あ、ねるちゃんもうちょっと絵あげられる？おお。ナマズンだよ、絶対ナマズンだよこれ。じゃあ姿出すね。こんな白と青だけでできてないはず。おお、黄色じゃねえ。惜しい。水色か。うん、おひげ2つあったんじゃね。ひ2つあるでしょ。長くなるから。4つあるんじゃね。4つ？うん。4つあるじゃん。なんかこんな感じ。下のところにね、そう。ああ、こっちの方が長くっぽいな。いや、長くこんなもんだと思ったんだけどな。かわいいね。あ、そうだ、背びれになんかホラー顔みたいなやつあったんだ。そうだ。背びれ生えちゃったんじゃねえ。いや、背びれ生えてるでしょ。魚なんだもん。つるっとしとるんかと思ったよ。よし。いやー、最後のまず来てくれてよかった。まだかけた。なんかさっきからポケモンじゃないやつばっかし描いてたからさわかんないからもういろいろと描けるものを描いちゃったね。全然知らないんだもん。やばいわ。次あれじゃったらなんか世代絞ってみる？いや、絞らなくていいよ。わかんないからこそ自由に描けるし。うんね、またね、ちょっとまた次のねあれもあったらまた次やっていきたいね。ちょっと最後振り返ってみる？振り返るの？何振り返る？あ、じゃあね、これはよくかけたっていうのを出してみようか。よくかけた？よくかけたか。これ一番よくかけてないかな。いっぱい描いたね今日。何匹描いたんじゃろう。またそれちょっと数えとかんといけんね。あ、うちこれが一番よく描けちゃうわ。そりゃそうだよ、一番印象的だもん。はい、じゃあね、うちらがね、今回会心の出来なのはドガースとルチャブルでした。お疲れ様でした。ねえ、あ、三國さん、こうやって振り返るとポケモンはシンプルに見えて、なかなか凝ってるんね、凝っちゃるよね、デザイナーさんすごいよね。あ、ゆりさんお疲れ様でした。ありがとうね。うん。大変だった。楽しかったね、でも。うん、楽しかった。うん。こんなに配信でね、いっぱいイラスト1個ね、1枚ずっと描いていくこと多かったけど、たくさん描くのは大変だったね。うん。それが一番会心のやつ？これ一番よく描けてるかな。うん。そうだね。そうだね。まだ途中絵だけど。うん。そうだね。それはよく描けちゃうよね。ね、じゃあね、またね、ちょっとまた次もあると思うんでね、もしよかったらみんなも一緒にね、お追いかけしましょう。でこの後ね、多分ツイッターとかにもね、はい、書いたりあげると思うんで、もしよかったらチェックしてみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこれで配信終わろうと思います。皆さんお疲れ様でした。あ、ちょっと待ってね、コメント今日来てくれた方読み上げるね。ジミミンさんありがとね。ふかふかめさんありがとね。みくにさんありがとね。ラスワさん見に来てくれてありがとね。ゆりゅうさんありがとね。今日いっぱいアドバイスくれて助かったよ。で、あと鈴木さんもね、すごいいいアドバイスもらえて、ね、なんとか形になったりしたかげよかったよ。りゅうりゅうさん、鈴木さん、で、みくにさんもね、いっぱいコメントくれてありがとうね。これで全部、どっかね、りゅうりゅうさん。で、あと、晴宮さんね、遊びに来てくれてありがとうね。またね、パネルでポーの実況見に行くけんね。うん。うん。じゃあ、これで、あ、晴宮さんお疲れ様でした。ありがとうね。はい、じゃあね、どうもありがとうございました。じゃあまた次の配信、ツイッターで告知すると思うんで、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、はい、さよなら、バイバーイ。またね。